荷物を運ぶとき結構大変だと思うんですけど、どうしてるんですか？そうですね。で、まあ、物を入れるところは少ないので、ですよね。この前、新宿の方に行って、うん、こういうの買ったんだけど、まあ、あまりにも地球っぽいものじゃいけないですね。だから、まあ、まあ、宇宙っぽいでもないんだけど、まあ、地球っぽくもないものを買って、今日初めてつけたんだけど、で、まあ、歩いてる途中に、まあ、物を取ろうとして、もう手が入れないんですね。だから、ちょっと失敗しました。だから今日帰って、改造外します。改造するの？電車に乗るときは、まあ、いつもスイカ。スイカ。スイカを、ここら辺に入れるんです。絶対落とす。絶対落とす、これ。これでもう落とせないので。落ちるよ。通るときは、まあ、ピッと。さすがスイカ。これは？これはですね、な入れるやつ、うん、だからメトロはまだピッっていうやつまだないんですけど、ないですね。そう、うん、まあそうなってほしいんだけど、うん、とりあえずも出して入れてるんだけど、うん、でも入れるとこここなんだ。そうですね。これ JR、 これメトロですね。僕に何かつけないといけないですね。そうですね。で、駅とか入る前、駅入るときに、まあ、止められるのは嫌なんで、ヘルメットは、まあ、外してます。電車乗るときはもう、いつも話しかけられるので、それは嫌なんで、まあ、あともすごく見られるので、電車の中は、まあ、かぶってます。嫌なの？話しかけられるの？今日はですね、すごい、恥ずかしくて、今日はかぶらなかったんですね。うん、で目の前に、おばあさんがいて、うん、でおばあさんは、これは何ですか？ロボットですか？うん、はい、ロボットです。で、これ仕事ですか？はい、仕事ですとか、いや大変ですねとか、で、あと毎日来てますか？あ、そうですねとか。で、まあ、みんなもう見てるんですね。もうすごく恥ずかしくてですね。あと彼女が聞いたのは、そういうの女のロボットはいないんですかとか、女のロボット、ああ女バージョンね、うん、女バージョンはないんですか。で僕は、あ、まあ本当はあるんだけどない、うん、言ったんですね。まあ、おばあさんは、まあ、それはいけないんですねとか言ったりとかしてました。ちょっと恥ずかしい。女バージョンあるんだ本当は。まああるんですね。まあ、友達は女性なんだけど、彼女も持ってるんですね。アーマー？アーマー。本当？で、ここにちょっと空白があるんですね。あー。だから、まあ、なんとか大丈夫ですね。あるいは、まあ、まあ、胸の大きい男でも大丈夫ですね。いろいろ入れられます。入れられてんだ。柔らかいようにね。そうですね。あとガンはガン。ガンはですね。あ、そうか、ガンのお話もあるんですね。ねえ、しなきゃ。最初は、まあ、ケンナです。ケンナはいろんなスターウォーズのおもちゃを作ってますよね。で、ケンナさんは、まあ、ブラスターとか作ってるんだけど、まあ、プラスチックのもので、すごく軽いものなんだけど、だけどそのやっぱりおもちゃだったのでディテールがまあすごく少ないんですね。でこれも最近 eBay の方で買って、これもまた誰かのファンが作ってるものなんですね。すごい結構うまく作ってるので、買っちゃいました。でこれはですね、これもう6万ぐらいだったんですか。6万まあその何送料というんですか、そうですね、その送料とかも含めて、6万してます。以前のものは、1キロもないのでここに収納すると、まあ、全然問題ないんだけど、これまあ 2.5 キロぐらいなんです。これをここに入れるとガンも全部ここを下げちゃうんですね。うん、重いんだ。すごい重いので、だからそれもまた、改造、中の方で改造したんですね。重いんだ。まあ、帰って、うん、まあ、今週ぐらい
また改装しないといけないんです。これが重くて歩くときはすごい音がするんですね。それは嫌なんです。あとお尻の方がちょっと痛いですね。お尻？お尻の方が、これが重くて。これ持ってみてもいいですか？どうすればいいか。こうすればいい。どこ持つの？あ、ここ持つの。こんな感じ。そう。すごいね。こことか見てください。なんか鉄な感じ。うん。ここはなんかちょっと柔らかいけど、中ほら鉄な感じ。うん、でスコープがあって、どこじゃ金やつ。あれどこじゃ金やつ。ここはですね、ここじゃ金やん。そうそうそう。じゃあ。ありがとうございます。楽しいねこれ。楽しいね。いいね。警察にがいるとき、止められた？もうすごく。気になるんですね。うん、止められたのは1回だけ。あるんだ。1回やってました。で見せたら OK って。普通にやると、まあ、買い物とかに出たりとかするんだけど、まあ、それも問題ない。うん、止められたのは、秋葉原、まあ、秋葉原の方ですね。取り締まりが、まあ、厳しいもんで。日曜日の秋葉原は、まあ、古典になってるので、それでいろんなコスプレとかパフォーマーとか、まあ、勝手にやってるんだけど、でも、まあ、警察が出てきて、まあ、それを、まあ、中止させたりとか。コスプレダメなの？そうですね、まあ、本当は、まあ、その古典の時、まあ、いつでもそうなんだけど、まあ、人を集めるような行動とかしちゃいけないみたいですね。それはあまりフェアじゃないですね。そうなんだ、知らなかった。